はい、au のスマートフォン、4G LTE の、Galaxy S3 です。はい、今回はですね、このホーム画面のウィジェット、あと、登録しているアプリ、これね、まだカスタマイズしてないんで、これカスタマイズをする方法をお話をしたいと思います。この時計ウィジェット、これ他にもいろんなのがあるんですが、これを変更したいという時には、この時計ウィジェット、長押しします。で、右下の削除まで持っていって、指を離すと、これ、消えます。で、この部分に、時計ウィジェットを、登録するんですが、ここを長押しをします。すると、アプリとウィジェットというのがあるんで、そこをタップすると、はい、こういったアプリとウィジェットの画面に切り替えますんで、このウィジェットのところをタップします。そうすると、いろんなウィジェットが出てきますんで、ここで、時計のウィジェットを、探してみたいと思います。どれがいいかな？なんかないかな？結構ね、いろんなウィジェットが入っているんですが、あれ？時計のウィジェット、ああ、これね、ここにありますんで、このウィジェットを長押しします。と、この画面の、どこに持ってくるのか枠が出ますので、上と指を離します。はい、そうすると、新しい時計のウィジェットが、登録されました。同じように、アプリ、よく使うアプリ、あまり使わないアプリをね、削除して入れ替えましょうといった場合、同じように、ここにチャットオンというアプリがあるんですが、あまり使わないので、長押しをします。で、右の削除に入れます。はい。で、ここに新しいアプリ、アプリとウィジェット。ここでまた、アプリをタップして、例えば何にしましょうかね。はい、何がいいかな。まあ何でもいいんですけれど、はい、Facebook。これを長押しすると、さっきの画面に変わりますんで、ここで指を離すと。そうすると、アプリが登録されました。はい、ということでね、ちょっと若干、前のスマートフォンとは、操作方法が違うんですが、まあ、直感的にね、使えるかなというふうに思います。失礼します。